もうすぐ地上です。衝撃に備えてください。さて、今回の依頼は栄養結晶の採掘ですね。まさにドリフターのお仕事って感じです。早速栄養結晶をサーチしましょう。レイガスオーダーからリクエストしてください。栄養サーチ、コンテナを発見。敵機の視認ができません。よく狙ってください。分析中断。分析再開。損傷は軽微です。相手のコピーに命中。攻撃命中。敵機の耐久値 50% を切っています。敵機大破間近です。耐久値減少、回復しましょう。分析完了しました。だんだんわずかです。耐久値低下、気をつけてください。了解、リペア開始。損傷は軽微です。相手のコフィンに命中。コフィンに被弾、大破寸前。一旦引きましょう。別のクレードルの駆動音を確認。敵機の耐久値 50% を切っています。攻撃命中。敵機に大きな損傷を与えました。良さそうなものがたくさん手に入りましたね。了解、リペア開始。耐久値完全に回復。武器を入手。遠くからかすかに駆動音が聞こえますね。発見済みの栄養結晶です。コンテナを発見。チェイサーに感知されました。対象は同じ境界に。一応分析しておきます。分析完了しました。チェイサーです。雨が止みました。境界員に銃撃が当たらないよう注意してください。境界員に攻撃が命中。撃破すると境界の評価が下がります。エンダーズがこちらを感知。相手のコフィンに命中。エンダーズ接近。境界員を撃破。先ほどの戦闘により教会から要注意会員に指定されます。しかしまだエンダーズに分析します。分析再開。分析中断。分析失敗しました。敵機の視認ができません。エンダーズ接近。損傷は軽微です。分析完了しました。コフィンに被弾。了解、リペア開始。ゲイザーです。耐久値減少、回復しましょう。大破寸前。一旦引きましょう。かと積み荷のパージを提案します。ユナイター急いで。分析中断。分析再開。分析完了しました。境界員に銃撃が当たらないよう注意してください。エンダーズ接近。分析失敗しました。対象は同じ境界員。一応分析しておきます。境界員に攻撃が命中。プロテクション。シールド展開完了。
サーチ。 AO 結晶を複数検知。小型のものばかりです。エンダースがこちらを感知。チェイサーです。エンダース接近。チェイサー撃破。他のドリフターの機関申請をキャッチ。エンダースがこちらを感知。リロード中断。チェイサーです。遠くから距離拡大。追撃は得策ではないと判断します。雨足が強まってきました。雨量増加していますが、まだ大丈夫です。強化員がベイルアウトしました。攻撃命中。エンダースに大きなダメージを与えました。エンダースがこちらを感知。攻撃命中。エンダースへのダメージを確認。チェイサーです。リロード中断。コフィンに負担。損傷は軽微です。了解。リペア開始。ゲイザーに気づかれました。エンダース接近。対象は同じ境界員。一応分析しておきます。分析失敗しました。境界員に銃撃が当たらないよう注意してください。攻撃命中。分析完了。敵機の耐久値 50% を切っています。リロード中断。クレードル発見。対象は盗賊団員です。分析します。分析中断。分析再開。分析完了しました。分析失敗しました。再分析開始。敵機の接近を確認。射線を切りつつ撤退しましょう。他のドリフターが AO 結晶を採掘しているようです。敵機との距離拡大。追撃は得策ではないと判断します。エンダース接近。敵機の視認ができません。損傷は軽微です。攻撃命中。敵機に大きな損傷を与えました。エレベーター到着。5秒前。エレベーター到着しました。周囲に警戒しながら乗り込みましょう。エレベーター下降まであと30秒です。エレベーター下降まで。エレベーター下降、もうすぐです。お疲れ様でした、ユナイター。